南海2000系電車は、南海電気鉄道の一般車両、山岳直通車両、ズームカーの一系列である、64両が申請され、製造年次によって1.2次車、3.4次車、5から7次車に分かれる。FS-541 がただ一車高野線の山岳区間である、橋本駅、極楽共駅間に入線することが可能な車体長17メートルの2、 扉車ズームカーである2万1 0 0 1系、2万 2001K 及び同形式の更新車である2 2 0 0系の置き換え用として1990年に運用が開始された。制御方式は南海では初採用となる日立製作所製 GTO 素子による VVVF インバータ制御で主電動機は東洋電気製造製で出力は1 0 0ット。 全電動車方式である。全車 M 車で初期型 GTO 素 CVVVF インバータ装置を搭載している。機器的には2両1組の構成となっていて、一部の機器は2両に1つしか搭載されていない。このため、2両編成単独での営業運転は行われない。インバータ制御であるため、停止時及び下り勾配でのそもそも即制御時の回生ブレーキが可能となっている。 改正ブレーキは、運転本数の多い区間では発生した電力を、他の列車の立行に要因に回せるので有効だが、それが少ない山岳区間では他に電力を消費する、列車がなく改正執行となるケースが多い。そこで、本系列の導入にあたって、山岳区間の変電所に改正電力吸収装置を設置することにより改正執行を防止するようにした。ちなみに、 乗用ブレーキの初速が時速 40km 程度以下の場合は空性のみが作動し、改正は使用されない。車体は軽量ステンレス製のダルフィニッシュ仕上げとし、コルゲート板はなくビードラインを入れている。先頭車の正面は FRP 製で曲線を多く取り入れた形状となり、行き先表示器は種別と行き先に分けて左右に配置し、側面も種別用と行き先用を 独立して配置している。車内は荷棚がポリカーボネート製、蛍光灯にはアクリルカバーが付く。在来車との並結の必要性から、ブレーキは電磁直通ブレーキとなっている。本系列は7回に分けて製造されたため、途中での仕様変更が多く、製造年によりパンタグラフの取り付け位置、車体外反のビード数、内装、座席配置などに違いがある。車体長を 高野線山岳区間の車両限界に合わせて17メートルとしたことやドアの数も片側2カ所と少ないので通勤者としてはやや不向きの面もある。本系列は女性専用車両の設定対象外となっている。また17メートル車の運用のない仙北高速鉄道では運行されない。南海では1990年前後のバブル期に乗客が増加し、 車両増備の必要性もあったものの、20メートル4、扉車は当時8200系や9000系から、モデルチェンジする構想があって、具体的にその内容がまとまっていなかった。高野線については17メートル車で、増備分を賄うこととし、従前の2万1 0 0 1系や2万2 0 0 1系との、汎用性を考慮した、本系列を導入した。高野線の橋本駅までの伏線価格代や、 お原田車庫の開設を数年後に控えており、この時点では老朽化が進みつつあった2万1000日、経置き換え用としての必要最小限の増備が考えられていた。ところが、1992年の高野仙台や改正で、今後駅に特急、急行が新たに停車することになり、ズームカー急行への乗客集中から朝ら主事に、 連日5分以上の遅れが状態化する事態が1年以上も続き、対応策が必要となった。ダイヤの遅れを回復できない大きな要因の一つとして、本系列と22001系及び同形式の更新車2200系を並結した際の相性の悪さがあったため、すべての17メートル車を本系列に置き換えて、性能を統一することとなった。 最終的に以前の2万1 0 0と2万2 0 0 0の合計と同数の64両が申請された。4両編成は南馬駅極楽京駅間の大運転とラッシュ時の南馬駅橋本駅間4両増結車として2両編成は終日にわたって南馬駅橋本駅間2両増結車として使用される他に編成をつないで4両編成として使用された。 1995年に橋本駅までの伏線化が完成した際には朝、ラッシュ時に設定されたズームカー重量の急行にも使用されるようになった。2003年5月31日のダイヤ改正からは35年ぶりに運行を開始した快速急行に使用される一方で、朝ラッシュ時の上り急行に女性専用車両が導入され、 これに20メートル車8両編成が当てられたため本系列は朝ラッシュ時の急行運用から撤退それに伴い本系列による重量運用も消滅した20メートル車が急行運用に捻出されたため従来20メートル車が担ってきた橋本以北での区間急行、各駅停車にも運用されるようになった南海本線用2000系の普通運用種別幕の下に2 扉車の表記がある。2005年10月の高野線白紙台や改正後は、南馬駅、極楽競駅間の急行は一部を除き系統分割が行われ橋本折り返しとされ、昼間時は、快速急行以外の運用はすべて、橋本までの運用となった。そして、橋本折り返し急行の大半は6000系列などの20メートル車に、 橋本で接続する極楽橋発着の各駅停車の多くも本形式をベースにした2300系のワンマン運転に変更された。大運転や山岳区間運転の運用が大幅に減った。本系列は平坦区間の各駅停車や区間急行の運用などにつく編成も増えたものの、半数近い車両が余剰となって1年以上の間、運転休止となった。なお、 現在でも多脚機には乗車券のみで利用できる高の線の臨時特急にも使用される。その後、運転休止となっていた編成については南海線に転属し、2007年8月11日のダイヤ変更以後南海本線、空港線の普通車に運用されるようになった。これにより老朽化の進行している7000系の一部を置き換えた。なお、両線に転用された車両は、 乗客の混乱防止のため、先頭車前面の助手側窓ガラスにに、扉車の大型ステッカーが重複されているほか、各駅に案内設備や、停車位置目標標識が設置された。現在に至るまで南海本線、空港線での優等種別運用は存在しない。また、空港線での定期運用はごく少ない本数である。なお、正月さんが日や、岸和田男次理祭、 春期がんじり祭りが開催される日は、普通車も混雑することなどから運用から外れ、該当電車はすべて4、扉車が代走する。また、検査で2000系が不足する場合も4、扉車による代走となる。2009年10月4日のダイヤ変更で土曜、休日ダイヤでは2000系で運用される普通車の本数が増加している。2017年8月26日の、 高野線ダイヤ変更で、橋本以北での区間急行各駅停車運用からは撤退、急行快速急行での運用も削減される。比較的新しい車体の上、カバー付きの室内等があるなど落ち着いた車内が特徴であり、移動空間としては快適なものとなっている。扉が2つしかなく車体が短いため、通勤時間帯の4両編成の普通車では日によって、 使用車両が2000系と他の大型車となる列車がある。4両編成3本が在籍する。共に2005年秋の高野線ダイヤ改正以来、運転を休止していたが、2007年8月11日の南海線ダイヤ変更から南海本線、空港線で営業に復帰した。デビュー当時の緑帯の旧塗装1.2次車の現在の塗装、旧塗装の帯の跡が残っている。なお、 1.2次車は3から7次車との祭典として、という点があった。現在も1次車、2次車の帯には灰色の跡があるが、これは旧塗装時代の名残である。その1.2次車の内訳は次の通り、1次車、2001回2次者、2002回2003回1.2次車とも1990年、春行だが、1次者は1989年度、春行扱いになっているのと、 二次車とでは仕様が若干違うので、こう分けることにする。この三本が、南海の通勤車両の内急塗装で新造された、最終グループ。1993年度中に三本全てが、新塗色化された。これにより、同年10月用検出場の2002回を最後に、登場以来3年4ヶ月見られた緑の濃淡の帯色はついに見られなくなってしまった。 二両編成四本が在籍する。このうち、三次社の2031.2032。編成は1.2次社と同様に2005年秋の高野線ダイヤ改正以来、運転休止状態であったが、2007年8月11日の南海線ダイヤ変更にて、南海本線、空港線にて営業復帰した。同時期に申請された線形と同一の車体カラースキームを採用したが、 同系列はステンレス製にもかかわらず全面塗装されたのに対し、本系列は線形と同一デザインの帯のみ重複している。さらに四次車は CI 導入後に申請されたため、車体の南海ロゴは CI と同一のフォントとなっている。座席も同系列と同様にバケット式ロングシートを採用したが、クロスシートの設置は見送られている。 ドア付近の座席数は1.2次車と同じである。また車椅子スペースを設置している。さらに4次車では、前面、側面とも、車両番号のフォントが、やや小さくなったほか、製造名番プレートなどでよく見られる、製造年表示を、これまでの年号表示から、西暦表示に変更している。このグループからは合わせて線形などと同様に、列車種別線別装置の更新準備工事を、 行っている。それのみならず、列車種別、行き先表示の設定も、このグループからは1.2次車にあったデジタル式のスイッチを廃止して、線形で採用されたモニタ表示機で行うようになり、以降の増備車にも反映された。その3.4次車の内訳は次の通り、3次車、2031.2032の各編成、4次車、2033.2034? の各編成南海2000系2044編成、花のラッピング電車南海2000系2044編成、サナダ赤備え列車ロングシートを採用した、車内4両編成と2両編成の合計44両が在籍し、本系列の大半を占める最大勢力である。このうち2042.2043編成は2005年秋の 高野線ダイヤ改正以降運転休止状態となり、2042編成は、歯倉先検築に改装されて、疎開留置の状態であったが2006年12月から、他の編成に先駆けて、本線で試運転を開始、その後他の運転休止編成も、相次いで、試運転を開始し、2007年8月11日の、南海線ダイヤ変更にて、すべての運転休止編成が、南海本線。 空港線に営業復帰した。なお、南海線転用の本系列は、すべてが普通列車運用限定となっている。車端部にクロスシートを設置している。このうち中間部は3.24次車同様のロングシートだが、ドア付近の座席を減らした、分立席スペースを広く確保している。この編成以降連結面の妻窓は廃止され、列車種別選別装置は、 最初から双方向デジタル伝送方式を採用した。なお、2046編成は一時期の塗料の配備の問題で、スカートが灰色から白色に変化していたが、しばらくしてから元に戻った。また、2043編成は2002年3月28日に、極楽強発南蛮洋ー工の運用中に、 キー細川駅キー神谷駅間で早朝に発生した土砂崩れで積もった土砂に乗り上げてスカートと床下機器パンタグラフ1機を破損していた2007年10月より2044編成が花のラッピング電車としてシャクナゲ、サルスベリなど沿線の花を沿線の小学校に通う小学生200人がデザインした花の絵を部分ラッピングして出場し 運転を継続してきたが、2011年3月をもってこのラッピングは解除された。その後、同編成は2015年11月1日より、2016年の NHK 大河ドラマ、真田丸』の主人公である、真田幸村窒居の地である、久黒山活性化を目的として、赤を基調とした外装の、真田赤備列車として運行。当初は1年間の予定だったが継続され、 当該車両の定期検査に入る2019年2月20日まで運行された。なお、南海本線に転属していた2042編成は2012年9月24日付で、南海線隅野江検索から、高野線、小原田検索へ転属し、古巣の高野線へ、里帰りした。その後から7次車の内訳は次の通り、5次車、2035から2039の各編成。 2041編成6次社、2040編成、2042から2044の各編成7次社、2021から2024の各編成、2045.2046の各編成、4両編成、2両編成もは2000系、もは2050型は本形式では2代目となる。初代の前者は、老朽廃者、後者は、 主電動機関層でも8 5 2 1型に統合されて形式消滅しており、どちらも主電動機の消圧対応不能が起因している。ありがとうございます。